大石まどかチャンネル。YouTube 大石まどかチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、できるまでやりますのコーナーで手作りバターを作ってみたいと思います。この高梨乳業さんの純正クリーム47ということで、高梨乳業さんのレシピで、バターを作っていきたいと思います。これは47っていうのと42っていうのがバター作りに適しているみたいですね。で、これは冷蔵庫で冷やしてあります。そして使うものはこの空のペットボトルで、ここに入れて振る。どのぐらいの時間振るのか、多分5分ぐらいガーッと振るのかな。そうすると水分が出てくるので、この割り箸でこう回しながら回して、でまた振る、で回してまた振るというのを3回続けると、なんだ、バターミルクができるみたいなんですね。このバターミルクは栄養がたっぷりなんで、捨てないで飲んでくださいということですので、まずやってみたいと思います。量はですね、約容器の3分の1ぐらい入れるといいと思いますって書いてます。はい。でこれは200ですので、まあこのペットボトルにこの1個分弱ぐらいですかね、入れて、振ってみたいと思います。それでは始めていきましょう。まずはこのペットボトルに、純正生クリームを入れたいと思います。3分の、ね、1ですから、これ500でしょ。入れてどこまで入れようかな。全部入れちゃう?入れちゃわないけど、入れちゃう。まあ、若干3分の1より多いですよね。200ml。1パック200ml だからね。そして、キャップをしっかり止めて、フリフリ。これ5分ぐらいやってないといけないと思うんだよね。結構手が疲れるね。一生懸命振って頑張ってでね、意外と二の腕お肉が取れるかもよ。お腹にも力が入るから、いい運動になるの。今日はね、座ってやったけど、今度作るときは立って、思いっきりこう、なんか走りながら、手を振るっていうのもあるね。結構、やってるうちに疲れてくるんですよね、これ。なんかね、でも液体から、なんだろう、ちょっと固まってきた感がね、できたんですけど、これ本当に、いわゆるこう液体と固体と理想になるのかなって、なんか夜中、なってきました。できましたね。ここからもっとフリフリして、固まってきました。もっと頑張って。息を切らしてきてますけど、頑張って振りましょう。もうそろそろいいかな。お、こんなにバターミルクができました。でも、これで終わりじゃないんですね。ここで、箸で、棒で、この固体のバターをちょっとこうか
き混ぜるんですね。混ぜ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 して、もっと混ぜ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 して、まだ混ぜ混ぜして、かぐ無臭でしたよ、無臭でした。そしてまた振るんですね。これはあと2回繰り返さないといけないんですけど、もうね、だいたい1回ぐらいでね、あの結構、バターミルクが取れて、この後はね、もうほとんど出なかったんですよね。まだもう1回混ぜるでしょ、で、嗅ぐでしょなんで嗅ぐのかでもこの時点でもうね、あんまりないんです、バターミルクが出てこないんですけどね。まあ一応レシピには3回と書いてるので、レシピ通りに3回やりましたね。ほぼ出てこないでしょ。バターが出来上がりました。ねねさんもご登場。これバターっていうの見たことある？ねねちゃん。それではですね、これを切っていきましょう。それではこのトーストに振って、危ない匂いするからダメよ。じゃあでは塗ってみたいと思う。あ、ちゃ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 、ねねさん、もうダメ。それでは、あ、バターっぽい、ほらバターっぽいね。トーストに塗ってみたい。あ、すごいバターっぽい。ほら、こんな感じ。もうちょっと全体的に塗ってみる。もうすごい、こうですよ。見て皆さん、試食。バターでもこれ、あのお塩が入ってない無塩バターだから、んバターだよね、だから無塩バター。うまくできました。そしてこれがバターミルク、飲んでみたいと思います。うん、ほんのりに甘い香りなの。あー、牛乳だよね、だからね、なんか牛乳、ほんのり甘い、美味しいです。大成功。イエイ。大石まどかチャンネル。